先ほどご覧いただきましたコリントの信徒の手紙1、4章1節から5節を通して、御言葉を学んだことになっています。一節に、こういうわけですから人は私たちをキリストに仕える、神の秘められた計画を委ねられた管理者と考えるべきです。この場合管理者に要求されるのは忠実であることです。このようにあります。私たちはキリストに仕えるものでありしもべで、あります。教会の頭はキリストであります。私たちはしもべであります。私たちはキリストに仕えるものであります。招待の頭は招待状ではなくキリストであります。招待状はキリストに仕えるしもべであります。この招待の主権者はイエス・キリストであります。この天馬招待をご支配しているのはイエス・キリストであります。招待は招待状、下士官、兵士によってこの構成されておるわけでありますけれども、しかし私たちの思い考え好みで招待が運営されるのではありません。私たちはただ頭であるキリストご自身の身旨を伺い、身旨を悟り、そして身旨を行うのであります。先週招待では午後招待会議が行われました。次年度のですね予算書を検討いたしました。招待運営は招待長と会計が行っているのでなく、招待に集う戦友兵士の皆さんによっての予算が審議されるのであります。招待会議の議事録を添付して本営に送り、本営の財産会議で承認されるのであります。幸いに天馬招待はですね、忠実なこの会計さんによって全ての現金、通帳、郵便口座などがですね、本当にしっかり管理されております。で、招待長はじゃあ何をするのか、それは御言葉の管理者であります。神の御言葉を取り継ぐものとしてこの使わされて、おります。ここには神の奥義、あるいは神の秘められた計画を委ねられた管理者という言葉が使われておりますけれども、講談から御言葉を語るとき、自分を語るのではなく神の御心、神の秘められた計画を語るのであります。どんなに忙しくても、どんなに他にすることがあったとしても、最優先にしなければならないことは御言葉を語るということであります。もしそのことができなくなったならば、
降壇を降りなければなりません。私たちも下士官として兵士としてこの正体に席を置く者として忠実でなければならないのであります。救世軍のコーラスの48番に己の義務を果たす者にぞ神の恵みは豊かに注ぐとございます。管理者に要求されるのは忠実であることです。このように正体の頭であるイエス・キリストに仕えるしもべとして小隊長は小隊長として下士官は下士官として兵士は兵士としてそれぞれの持ち場立ち場で忠実にお従いしていくときにこの天魔小隊は歩んでいくことができるのであります。次に3節に私にとってはあなた方から裁かれようと人間の法廷で裁かれようと少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。自分には何もやましいところはないがそれで私は義とされているわけでありません。私を裁くのは主なのですとございます。裁きという言葉はこう出てくるわけでありますけれどもそれはですね主が来られるまでという言葉があるわけであります。主が来られるこれは主の御再臨であります。私たちの信仰にはこの再臨信仰があるわけであります。再臨信仰とは主がもう一度来られるというその信仰待ち望む信仰であります。でこの信仰は初代教会が勝手に作り出した生み出した信仰ではなくイエス・キリストがはっきりと宣言しておられるのであります。イエス・キリストが天にお帰りになられた時弟子たちに言われた約束の言葉が2つあります。一つは私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。インマヌエルの神としてインマヌエルのイエス・キリストとして私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。これが今も私たちに与えられております約束の御言葉であります。私たちは時々イエス・キリストを見失うことがあります。またイエス・キリストの不在の時があります。またイエス・キリストがわからないどこにいるかわからないけれども約束の言葉は真実であります。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私は世の終わりまでいつもあなたと共にいる。あなたが見失った時もあなたが不在だと思った時もあなたがこのイエス様がいてくださらないと思っていた時にも私は世の終わりまでいつもあなたと共にいる。これが約束であります。もう一つはあなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。これが再臨信仰であります。私たちはこの二つの約束の御言葉を信じて今歩んでいるのであります。主の日が来る、主が再び来られる、それは
という言葉が出てまいります、ですから主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけません、主は闇の中に隠されている秘密は明るみに出し、人の心の企てをも明らかに、されます。私はあの今ある方のですね、この人生相談を、受けて人生相談に載ってるんですけども、詳しい内容はちょっとあのお話しできないんですが、あの裁判を起こしていまして、天満橋のところに大阪地方裁判所があるんですけれども、そこにですね何回か行っております。行って驚いたことはですね、なんと、なんか裁判が多いっていうんでしょうか、それだけ犯罪が多いっていうことなんでしょうか。日本はですね安定した社会であります。いろんな制度が整っております。そして生活も豊かになっております。だからといってこの犯罪がなくなるわけではありません。毎日この事件、この事故がいろんなのが起きております。もうとにかくその広いっていうか大きいっていうか新刊と本刊があって、で民事裁判なんですけど南郷室で行う、そこにたどり着くのにですねもうなかなかわからなくて、そして受付に今日の裁判っていう記録があるんですけど、それを めぐっておりますとですね、該当するまでですねもうねいろんなんですよ、麻薬だとか窃盗とかですね、それ自由に見れるんですね。見ながらなんか他の本題を忘れてなんかそっちだから、ですから人間はやっぱり基本的にはですね、本当に神の前にやっぱり罪深いものなのかな。主の許し恵みなくして私たちはですね本当に歩むことのできない存在であります。裁判所ですから裁判官がいてこうね、決めて、採決をこうしていくんでしょうけれども、その今その相談に乗っている方ですね、今その状況証拠をでその整える、それだけでも膨大な資料なんですね。その、相手方がですね、そのカルテを全部提出しよう、という。カルテですね、全部提出すると1500枚ぐらいなんですけど、そんなのをどうやって揃えて、1枚のコピー代だけでも半端じゃないので、それはですね、で、そうやって裁判をして、もうですね、本当に納得のいく裁判がしてもらえるのだろうか、もうですね、冤罪もありますしですね、もう、でもそれは最後は、立てられたんですね、裁判官がその、最後は裁判するわけですけれども、そういう中にあって私たちはですね、この裁きっていうとなんかこうちょっとビビってしまうんですけど、でも公平な裁き、私たちもいつか必ず主の前に立つ時があって、そして公平な審判者である主が裁いてくださるっていう、やっぱりそれは本当にですね、もう何て言うんでしょうか、あの神様の正しい裁きっていうのはですね、私たちにとって逆にそれはですね安心であります。でパウロはですね、自分には何もやましいところはないとこう言ってんですね、
まあ、私本屋で勤務してたことはあるんですけども、その当時の人事部長がですね、まあ、こういう時期っていうのはですね、まあ、今週で実は天理で新宮が出るんですね、うん、その時期ですね、人事部長はですね、もう部屋に閉じこもったままですね、こう人事やるんですね。でもう発令しなきゃならないんですよ、うん、そうするとやっぱりね、いろんなところから電話があってくるんですよね。で、私はその人事部長の部屋の前を通った時に耳にしたことは、自分にはやましいところはないって言ってね、そのぐらいでないとね、本当に。まあ今週1週間は実は心騒ぐ、胸騒ぐ1週間なんですよ。私もそうなんですけど、だけども救世軍にいる限りそれはもうついて回るもんなんですよ。もう日本は軍はなくなって赤髪召集令状ないはずなんですけど、救世軍はいまだにあるんですよね。もう速達進展来たらもう終わりでございます。で、文句言ってもですね、私にはやましいところはないって言われたんですね。ということなんですね。で、私たちもですね、パウロのようにやましきところのないものとして立つことはできる。それはですね、本当に正しい裁判官なんですよ。そしてそれはですね、私たちにとって喜びの日です。栄光の姿に変えられる時です。何もビビる必要は全くないんです。やましきところなきを得たものだけが来ることのできる栄冠であります、輝きであります。野戦で私たちはですね、喜び満ち溢れる救世軍を歌います。その3節に、歌わん歌の地に満つるまで、叫ばん空の張り裂くるまで、千代の楽隊と太鼓もて主をたたえん、主の来たりたもう暇で進まんとあります。私たちの戦い、私たちの信仰の歩みは、主の来たりたもう暇で進まん、主の来たりたもう暇で戦うのであります。今私たちはこのニューヨークスターバンドを迎えて、まさに死の戦いをしているのであります。まあ、それぞれ招待でですね、いろんなこの週報とか月報、あるいはこの月の初めに出す天馬招待でも、月の初めにこの何て言うんでしょうか、招待長のですね、言葉をちょっと添えてこう発想してるんですけれども、伊蔵招待のですね、今日のこの挨拶の言葉はですね、主にある皆様へという、例年以上に肌を刺す寒い2月となりました。ご健勝にてお過ごしでしょうか。救世軍は創立当初より金管ブラスバンドを礼拝音楽として採用しております。これは据え置きのオルガンではできない歩くパイプオルガンです。路傍伝道の際に賛美歌の伴奏として発案されました。当時の娯楽がほとんどなかった東ロンドンの人々に歓迎を持って受けましたが、先に酔ったブライカンは大声を上げて演奏中止を求めて暴力で楽器や太鼓を破壊しました。けれどそのような迫害の中でも、伝道に燃える救世軍人の心の火は消えず、ラッパを持って五つに歩み続けました。うんぬんと書いてあるんですね。そしてこの、この度アメリカよりニューヨークスターバンドが来日します。ニューヨークスターバンドは創立130年を迎える伝統のある救世軍バンドで、ブラス愛好者からも認められた実力派です。3月20日に大阪公演が行われます。チラシを同封いたしますので、チケットをお求めの上ぜひお集いください。今各招待がですね、こういう招待ごとのチラシパンフレットを作ってですね、週報月報、そしてニューヨークスターバンドのチラシを同封してですね、送ってですね、
で、そのことはですね、ずっと去年から続けてきたんですけども、ここに至ってですね、なんとでしょうか、蒔いた種がこの、まあ、実りつつあるというとあれなんですけれども、シンフォニーホールではですね、そのチケットの販売状況を見ることができるんですね。で、これが2月1日現在のニューヨークスターバンドの座席表なんですけれども、まあ皆さんちょっと見づらいと思うんですけれども、全部で1704席あるんですが、実は白がですね、もうすでに売れてるところなんですね。で、ピンクがS 席ですね。で、青が A 席、黄色が B 席で、もう S もですね、もうほとんどないんですね。で、これ何が起きてるかっていうとですね、もう1階はですね、もうほぼ完売です。で、2階もですね、パイプオルガン席はもう完売です。で、2階の後ろが空いてるんですね。で、この状況でいけますとですね、これから何が起きるかっていうとですね、もう3階、まだ閉じてるんですけども、3階をですね、3階で見たいっていう人も実はもう来てるんですね。そういう人たちのために3階を開けるなきゃならない。そして先週招待会議の中でニューヨークスターバンドのことを会議しましたが、当日券売りのことについてもちょっと話しましたけども、そしたらもう当日券売りがなくなる可能性なんですね。これが起きてるんです。だから私たちのこの戦いをですね、ただそのブラスバンドを聴くだけじゃなくて、創立者が歩くパイプオルガンとして路傍に出て石を投げられ、そして楽器を痛めつけられても、なお主の証として述べ伝えてきた主の来たりたもう日まで進ま戦うというその精神がですね、私たちはこのニューヨークスターバンドの130年の歴史、そして私たちのこの同じ日本の旧姓、同じ血が流れている、それを私たちは共有するんだよ。そして本当に神の恵みを感謝し賛美し、そして私たちはこのニューヨークスタッフバンドのコンサート連合集会が本当にですね、神様の導き、教会の頭であり招待の頭であるイエス・キリストが前面に押し出されて、その主の証の時として私たちはこの時を持つのであります。皆さんがですね、本当にこのためにお祈りくださって、感謝をいたします。時間が来ましたので、これからですね、しばらくお祈りの時を持ちますが、まず、兵士献身祈りの時を持ちたいと思います。皆さんのお手元に、この誓約書をお届けしたと思いますが、総額の間にですね、今日の日付とお名前を書いて、そしてお祈りをしていただきたいと思います。兵士でない方はですね、別の、このカードを用意しておりますので、どうぞそれをお持ちください。恵みの座でお祈りをされる方、初めてという方あるかもしれませんけども、どうぞ私たちのですね、正体の頭であるイエス・キリストに祈りを捧げたいと思うね、という状態なんです。それでは、総額をお願いします。